だって認識しているところ。下の方のマックスとかミニマムとかローって書いてあるのは、はい、光の三原則なわけだ。そうですね。まあ、自分で動きたいけれども動けない方がお願いしてどこに行ってくださいと分かりましたということで人にやってもらう、それは精神的には非常に負担ですよね。でそういったのをその車椅子に自立性というのを与えることで足がなかなか動きにくい方でも自分で行きたい場所に行ける、自分の意思で行けるといったような、まあそういう足の代わりになるものを目指しています。まあ、これがモーターで、これがCMOSセンサーで画像を検索した、はい、これがモーターです。それで実はこのモーターはですね、ちょっと特徴があってクリバーという基板が入ってます、はい、あのモーターを駆動するやつなんですね、はい、キラリティ、それとこれが OK、黒い線にたどって、まあ、まっすぐ進んでしまって。